おやっきーさん服ありがとう、空山ふみさんだるまありがとう、ピーマンさんレインボースターありがとう、みゃんこ先生ハートありがとう。え、嬉しい。11月の生写真リコちゃんめっちゃ好きです、ありがとう。私今日は喉の調子があんまり良くない、どう思います？あちょっとなんか良くないかも。そんなフランス語メルシー。あ、22時にブログアップされる予定です。今からメール送ろう。ね、明日のお話し会不安です。大声で話してもう喉絶対死んじゃう、どうしようどうしよう。ピーマンさんかわいい、ありがとう。アンドーナツさんレインボースターありがとうこんばんは。そう、後編楽しみに待ってて。メール送ってる。にゃん、こんばんは。なべなべ所長ハートありがとうカミリアケイさんファイトありがとう。うりょうたくん結婚してボン殴った、もうビンタとかじゃなく殴りだった。ぶんちゃんハートありがとう明日の服はお楽しみに。わー、みんな、あー私は眠眠です、眠眠なんですが、皆さんはいかがお過ごしですか。土曜日なんかムクムクしてる気がする。私、スラヤマフユミだるまありがとう。ケンタッキーさんペンライトありがとう。無料カプセル持ってる方今日までですから投入はお早めに。お、じゃあ無料カプセル持ってる方はぜひ投げてアバターゲットしてみてね。今もスチューデンツロスチューさん、だるまありがとう。まさのれさんかわいいありがとう。お、早速カプセルが投げ込まれた。わー、ほんと？マイカー輝いてました？嬉しい。次のマイカー公演も楽しみだ。なべなべ所長ハートありがとう。なべなべ所長わーい。皆さんはもう土曜日ってどうやって過ごしたんですか。私は恵比寿なんちゃらみたいな、恵比寿お祭りみたいな、恵比寿祭りみたいな、恵比寿のやつね、なんか行っていちご飴を食べましたいちご飴美味しかった。リコチアバター出たの、すごい。え、運良すぎ、運良すぎ。え、さすがじゃん、リコチアバター。うわ、掃除と洗濯間違いない、私も掃除しないといけない。お洗濯もちょっとある。スズメの戸締まり私もさ見たくてさ、そう、私もスズメの戸締まり見たいと思ってる。面白いよね、やっぱ。そりゃ面白いよね。見たい。わあ、名古屋のひつまぶしいいっすね。ありがとう、リコチアバター来てくれて。面白いよね、そりゃ。なんか最高傑作。やっぱいいんだ。どんなあらすじなのかもあんま知らないから楽しみ、楽しみだな。いや、この私もこのお洋服が一番お気に入りで。サバタラ猫さんレインボースターありがとう。そう、一番お気に入りなんです
色づいた雪じゃ愛されない、真っ白に戻して。本当に部屋が汚くて、なんか物を捨てた方がいいのか何をしたらいいのか分かんない。私なんでこんなになんか違うよ、うちが狭いからだよ。タワマンに引っ越したいタワマン、そう、カッパ、カッパって何ブランドか。テイカーさん結婚してボーン。これなんだろう、何たたき。お日様、お日様コーヒーさん、だるまありがとう。ハルルンさんステッキありがとうね。イコラブさん見てもう朝からずっとすごいんです。朝からもう見て元気もらって、あの出勤したし。袖長くない？え、それ言う？ウケる。そこ突っ込む？面白い。何なんだろうね、オーバーサイズですごい好き、かわいいこれ。片付け、片付けないとね。でも綺麗になった方なんです。ヒデキンガーさん結婚して、ドゥン肩パンはおへそさん結婚してチョップチョップしたチョップチョップ。私この家にいる時間が少なかったんですよ、ここ最近。だからそう、あんまりお部屋にと向き合う時間がなくて、こっちが今着ている服のデザインが変わっていて好きです。嬉しい。あ、可愛いですと。嬉しい、可愛いよね。私もめっちゃこの服好き。私はそう、デザインがちょっと変わってる、ちょっと個性的な服がすごい好き。あ、ロクさん結婚して、ベン潰した最近みんなオーバーサイズの服着てるから、みんな可愛く見える現象。おお、確かにオーバーサイズやっぱ可愛いよね。私オーバーサイズ好き。やっほー、今月エール交換会。そう、エール交換会。え、もうなんかされてるんですか？もう告知されてるのかな。私スペサポあんまり投稿できてないから、スペサポとも向き合いたいけど。カミリア K さん結婚して、にゃーしゃーだありがとう。のりみおさん尊い、ありがとうん、今日もかわいいってありがとう。ちょっと投稿した方がいいよね。じゃ明日投稿しよう。今日はもうブログで精一杯やったね。タワマンに引っ越したい、イエーイ。猫よ、猫です、猫なの、猫、猫なの。そっかそっか、じゃあ明日お話し会中の動画をあげよあ、ご飯食べてる動画でもいいよ。あ、待って、お休みメール送る。何にも写真がなくて困ってるわ。どんな写真載せよう。今日の撮影お楽しみに。いっぱいアピールできた、したいこととか、私今どんなことしてますみたいな。
眠眠だから目が開いてない。私お昼寝から目覚めて今いる。よし、はーい、スペサポ見ようかな。久しぶり。本当？でもスペサポ民のみんなに申し訳ないから、私が本当スペサポを投稿しないからね。だからやっぱやっていかなきゃ。あ、危ない、危ない。ふさかなりんこ、にゅうさん、レインボースターありがとう、すきあいもんさん、バラありがとう、リリコチかわいい。じゃあ頑張って投稿する、頑張って投稿、頑張る。リュタ、タワマンご用意するので結婚してシャーちょっと由来だよね。ちょっとタワマン、あ、タワマンか、由来だけどダメです。ダメです、ごめんね、ごめんね、ごめんね。なんか人生をズタボロにしてくるような最悪女のモノマネ、ごめんね。なんか100万円必要なのってこと言って、ごめんね。面白い。ダメだ、だ、ダメ、うん、ごめんね。ダメとか言わずに500万、あ、違う、500万、なんで私500万って言ったの。200万とさ、ごめんねが混じって500万って言っちゃった。え、なんかさ、ダメと言わずにごめんねで済ます女なの。そう、ごめんね。500万が必要なのかな、私には。嘘、タワマン、タワマン、将来は絶対タワマンに過ごします。いや、でもわかんない、私お城とかに住んでるかもしれない。私お城とかに住んでるかもしれない。なんかあなたに惚れましたみたいな、急になんかアラブの石油王から口説かれて、僕と結婚してください。私アラブに行くかもしれない。アラブの女王になるかもしれん、将来。いや、何事、何事、面白い。ゆくパシェが石油王 T シャツを着てるんですよ。それが面白くて、石油女王になるかも。いい響き。ドバイ、え、ってか明日お話し会だ、準備できてる、心の準備、何話すとか決めてるんですか皆さん。日光さん、クマありがとう。そう、女王様、今日は一流の石油をご用意しました。お楽しみください。いい香り。なんか一流の石油だったら飲めちゃうみたいな、そんなことないか。石油王に私はなる。いいね、いいね。嘘、私だったらタワーマンション用意して求婚してくる人おる？マジ？首が筋肉痛だ、私。そう、首をね、よく使うんですよ、ダンスで。てか多分私のダンスを見てたら、あ、リコチすごい首でアクセント取ってるなみたいな、多分思うと思うの、思うと思うの。
それだ、今首が痛いもん。ドみたいな、ドドドドドドみたいなしちゃうのよ、よくするのよ、痛い。多分見てた私のダンス、あーリコチまた首がんガシガシやってるよみたいな、あリコチまた出た、この音の取り方、この音取り、音取りコチ絶対思う。人生方向音痴さん、レインボースターありがとう。首のアクセント良かった、ダダ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 ダから、何言ってんだろうでもさ、もう公演ってほんと楽しいから、またしたい。8月のえ、やってるって分かった、やっぱ分かるの、ドーン何、まこさんレインボースターありがとう、何やってるんだって、真剣白羽取り。なんでパンチ当てるの、パンチパンチパンチ、過去一かわいい、絶対違う。だって私今すごい、なんかさっきお昼寝をね、下を向いたお昼寝した、なんだろうこの子、下をね向いてお昼寝したの、だから目がねすごいむくんでる、しかもご飯食べた後に。嘘、マイクの持ち方、私どんな持ち方してます、他のメンバーもどんな持ち方してるんだろう。でも私もよく言われる、なんかマイクの持ち方癖が強いみたいな言われるんだよね、なんかもはやこう持ってる、私こう親指で持ってる、私ナンチュラカンチュラみたいな。ただちぃさんお疲れ、かわいい、ありがとう。ただちぃさんタコもありがとう。じゃあちょっとこうやってマッサージするね。小指の癖があるのかな、でも小指立ったりしちゃうよね、小指がさ多分あれなんだよ、生きてない、小指がなんかもはやなんか生きてないんだよね私。そう、ちょっと、マイク持つ指でリズム撮ってるわ、撮ってる撮ってる、多分だけど、この前私なんかアーカイブ見た時なんか MC でもなんかリズム撮ってたえもうなんか今日はですねみたいな、今日はみたいな、パララッパララみたいな、本当にこんなんだった。そう、MC でもなんかリズム取ってるみたいだし、あ、ももちさん、リコチのボイトレ、あああ私まだ今日声出ししてないからこれしよう。ただちぃさんタコありがとう。はあ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 、うん難しい、腹式呼吸です。はあ、みんな私のさーアーカイブ見てくれたんだね、ありがとう。すごい私の
と言ってくれるじゃん。かばちゃんありがとう。なんか秘伝の水、私のボイトレこれとかしてる。これは声出しのため。あとはこれも、これしたらすごい息を吐くの、だから緊張もほぐれる。これやったらすごいなんか呼吸が、あのね、緊張したら浅くなるけど、これをすることによって呼吸ができるから。ってやって呼吸してる。でなんか声量とかも分かるから、これの感じできる。いい感じになる。これさ、呼吸がほんと整う。たらこ、たらこ、たらこちゃんです。え、それ幼稚園の時にやりまくったのにできなくなった。なんで、なんかブランクみたいなのがいた。でも喉がすごい調子悪い。やっぱ公演前にカラオケをして、公演で大声出して、今日もなんかずっと喋ってて、きっとそうだ。あー、ファーストテイクしてます。あ、あ、よろしくお願いします。スチャチュンチュンチュン。ファースト、いや、イコラブさんよかったな。肺活量使われる。スクショタイムやばい。スクショされた？これがちょっとさ、ツイッターとかに載せられたらショックかもしれん。何今の。喋ってた。喋ってた。さえずりやばい。私小鳥だったの？私小鳥じゃん。小鳥です。リコピオ、リコピオだったのかな。リコピオかもしれない。
香り。カミリアケイさん、かわいい、ありがとう。楽しい。私小学生かな。私小学生。待って、ブログ上がったかもしれない。みゃみゃ。うわ、うん、あ、ブログ上がった。ブログ上がってるらしいよ、みんな。晴れた日の平和な朝かと思いました。もうさえずってたよね。かなりさ、ヒーリングミュージックとかに出てくるやつだったよね。カミリアケイさん、かわいい、ありがとう。あ、ブログ上がってる。いや、本当にこれ使われるの、やばい。マイカーって本当に楽しい。キャンメイク東京。ヨタくん、クマさん、ありがとう。何今のポーズ。ありがとう。カイジローさん、レインボースター、ありがとう。あ、ちょっとなんかあのボイストレーニング、ボイトレでいつもやってることやったら、ちょっと声が出るようになってきたかも。やっぱ寒いわ、つけよう。え、私ブログ読んでるよ。一杯の水、アーカイブで見れてないな、それ。おわ、のりみょうさん、尊い、ありがとう。あれ、かいじろうさん、レインボースター、ありがとうって言ったっけ。ありがとう。そう、私、ゆみこ姉さんポジション頑張ったよ。でも初日からね、私はゆみこ姉さんポジションをさせていただけてるので、すごい誇りに思ってます。お、ブログ読んだ、嬉しい、ありがとう。え、ありがとう。ただちぃさん、アイスありがとう。あ、時計の音かもしれない。時計どこかでなんかすごい鳴ってんだよね、私の。
私もブログ読みました。今いいブログになってるかもしれん。マイカーって本当に楽しい。キャンメイク東京。イエーイ。一人のセリフとっても良かった。嬉しい、ありがとう。そうやってね褒めてくれるの本当嬉しいよ。暑いねえ。なんかさ、ストーブ、電気ストーブつけたらさ顔が熱いんだよね。どうしたらいいの。遠目にしてみた。え、待って、みんな9800人フォロワーいったよ。みんな9800人フォロワーいったよ。嬉しい。みんな、え、そう、CM の一言だよ。実は女の子って本当に楽しい。キャンメイク東京っていうね、キャンメイクっていうね、あのコスメブランドのあの CM なんだけど、あのそれとちょっとあれした。ストーブが近いんか、ちょっと話してみた。マイカーって本当に楽しい。キャンメイク東京。まさか本当にマネージャーさんの検閲が通るとは思わなかった。いいね、一人1万フォロワー達成の時は。そうだね、したい。フォロワーさん増えてきたね、嬉しい。ストーブが近いのか、これ。声の仕事欲しいね。マイカーって本当に楽しい。キャンメイク東京。あ、首振ったらいいのか。でもそしたらさ、よくないところまで温められちゃいそうじゃない。引火したらどうしよう。そんななんかものがあるのかみたいな感じやけど。マイカーって本当に楽しい。キャンメイク東京。あ、扇風機と併用ってすごい。マイカーって本当に楽しい。キャンメイク東京。面白い。丸屋じゃないよ。自分の首を振る。あ、セルフ。あ、ほんと、こっち派、こっち派なんだ、みんな。なるほどね、こうしたら熱くならんのか。マイカーって本当に楽しい。キャンメイク東京。シンジ君絶対言わないよ。マイカーに出ればいいんでしょ。出れば分かってますよ、そんな。僕しか出られないんですよね、マイカーに。それだったら出ますよ。チャ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 。うん、うん、そう。プロデューサーさん見てないかな。見てないですか。公園に出ればいいんでしょ。分かってますよ、そんなこと。僕しか公園に出られないんですよね。だったら出ればいいんでしょ。出れば。シンジ君、シンジ君、そんな気持ちで公園に出ないで。リコさんが言う。シンジ君、そんな気持ちで出るなら出ない方がいいよ。面白い、本当に。カオルくんってどんな声してた？逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。顔かくかく、これカオル、これカオルくんじゃないよ。何今の片言さ。
いや本当に、もう本当に早くあのエヴァの漫画を読みたくて読みたくて仕方がないの。そう、ブログ上がった、見てくれた？告知ツイートもしなきゃ。ね、いやマイカー、それな、マイカー公演のさ寸劇さ復活、キヨニタコありがとう。急に始めるじゃん。ごめんなさい、急にまたカラオケを始めてしまって。皆さんついに来てくれる？朝のもやに差し込んだ日の光、木々の中をひたすら走り、2days、 日をまたいで 2days をしてもいいですか皆さん。みんな全然ついてきてないじゃん。嬉しい、リコチの一杯の水好きだからセンターで嬉しかった。私もすごいなんかあのまだまだ自分と向き合いたいとこあるから、あの一杯の水センターで歌えて嬉しかった。ゆみこ姉さんポジションさせてもらえて嬉しかった。イリーさん、アイリーさん、違う、リリーさん、レインボースターありがとう。カミリア K さん、パチパチありがとう。優しいじゃん。いつかできるのよ、今日できる。ということで今日もカラオケについてきてください。ハルルンさん、いいねありがとう。おへずさん、レインボースターありがとう。ロクさん、パチパチありがとう。ロクさん、そっちのパチパチもらえて、
優しい、みんな土曜日だからさいいかなと思って。え、優しいみんな、しかもなんか私のなんか自己満足さあ、自己満足だよこれ完全に。あ、これがあったよ。いつか掃除できるなら。なんでなんで、カラオケって落ちやすいんだよね。今落ちました、カラオケで。落ちちゃった、落ちちゃった。なんで、歌うなってことかな。死んじゃ、そんなんだったら私今日寝れないよ。歌えますように。次の曲はじゃん、お、来た、リコチファミリーサワダー。あ、ガチ強くなった、やった。海岸線をバスは進む、空は高気圧、これが最後の夏だから、部活のメンバーと思い出作りのが圧縮、全開した窓から潮風に乗って、波音が近づいてくる、バスタオルを巻きつけて10秒で水着に着替えよう、何でも見せ合える中じゃないか、ワンツースリー、スリーツーワン、女の子たちは真夏に恋して卒業し、パパやママに言えない秘密を
ラクさんハートありがとう。カミリアケイさん音符間違えた、ロクさんも音符だった、ありがとう。カミリアケイさん音符ありがとう。ニャン吉さんミラーボールありがとう。テイカーさん音符ありがとう。おのりみょうさんミラーボールありがとう。あ、じゃあ次はちょっと低音。ただちーさんパチパチありがとう。え、絶対音割れしてたよね。夏振り待って、私さ、あのもしかしたら、もしかしたら低音ってこっち、こっちなのかもしれない。うわ、なんかみんなちゃんとさ乃木坂さんの曲でリクエストさ言ってくれるの嬉しいのにごめんなさい。イエスと言わない、首を縦に振らない、周りの誰もがうなずいたとしても、僕はイエスと言わない、絶対沈黙しない、最後の最後まで抵抗し続ける、叫びを押し殺す、あ見えない壁がどう来てた、ここで同情しなか、裏切り者か、仲間からも撃たれると思わなかった、ああ今日は王を僕は恐れたりしない、嫌われたって僕には僕の正義があるんだ、殴ればいいさ、一度だけ押したら死んだも同然、失敗したいなら僕を倒してから行けよ、君はイエスと言うのか、雲に下るのか、理不尽なことと分かっているだろう、君はイエスと言うのか、プライドさえも捨てるか、反論することに何を怯えるんだ、大きなその力でねじ伏せられた光よ、痛みゆふりしなきゃ仲間外れた、真実の声も届くて信じてたよ、わーわー、奇跡が因縁を越せ、みんな揃うて同じ剣だけでおかしいだろう、意志を貫け、ここで主張を曲げたら生きてる価値ない、朝吹きたいなら僕を回す力行け、だけじゃ危険だ、まさか自由はいけないことか、人はそれぞれだらだらだ、何か満たすことも満たすもの、新しい世界、皆さんの鼓膜はいかがですか、いかがですか、いかがですか、同じ意見だけじゃおかしいだろ、意志を貫け、ここで主張を負けたら生きてる価値ない、欺きたいなら僕を回